難波からメールが返ってきたよ。桐生さんたちは無事に帰国できたってさ。一旦偉人町の俺の部屋で休んでてもらうみてえだ。よかったです。じゃあ桐生さんの方はひとまず安心ですね。へえ、しかし参ったな。茜さんがラニを守ろうとしてるって分かったまではいい。問題はそっからの足取りだ。ええ、パレカナが血眼になって探しているのに、どこでどうやって身を隠せているのか。そもそも茜さんたちは今も本当に無事でいるのか。ちーちゃん、動画チャンネルの方にはなんか反応は？いや、まだ来てないね。やっぱり年寄りは動画なんて見ねえのかな。これ見たら茜さんきっとメッセージくれると思うんですけどね。今私の方でもネットに拡散してるんです。友達に頼んだりして。ハワイに限って言えばそれなりの人に見られているはずです。それなりの人ってどのくらい見られてんだ？再生回数は5万を超えました。え、なんだよ、すげえだろ。それって上出来じゃねえか。おお、大したもんだ。え、じゃあなんか裏技でも使ったのか？まあネットで AI に何回もつぶやかせたりはしてますけど、やっぱり春日さんの動画が楽しいからですよ。なあ、動画ってのは人に見られたらその分金が入ってくんだろ。そこそこ再生されたってんなら結構稼げたんじゃねえか。甘いな。そもそも収益化するのにも条件があるの。チャンネルの登録者数だったり累計の再生数だったりね。このチャンネルはその条件をまだ全然クリアしてないよ。なるほど、そう簡単なものじゃねえわけだ。ちーちゃんもその手の話ずいぶん詳しいんだな。そう、一番たちが知らなすぎなんだよ。言われちまったな。で、この先どうするよ。茜さんを探す当ては？茜さんの所在さえつかめれば大道寺の支援は受けられそうです。特別便でハワイから脱出させる許可を取りました。もちろんラニという娘も一緒に。そいつはありがてんだけどよ。俺はいまいちあんたら大道寺一派ってのを信用していいのかわからねえ。そのお気持ちはごもっともです。私でさえなぜ一派が茜さんを保護したいのかはっきりしませんからね。ただし、あ、ハワイ中で狙われる茜さんを安全に連れ出すのはあなた方だけでは不可能でしょう。海を越えるには我々の力が必要になる。違いますか？ああ、そいつは認めるよ。けどそれもまず茜さんを見つけないことにはな。私がパレカナから知らされた情報では、ばあさんたちが最後に確認された場所はナイトスクエアだ。ばあさんって言うんじゃねえ、茜さんだ。ナイトスクエアっていうと病たちの縄張りですよね。病とは手打ちになったってのにまたあそこに行けってのか。揉め事にならなきゃいいが、だいたいその目撃情報っていつのだ？二人が逃げ出したその日だ。もう半月ほど前になる。そんな前の情報当てになるのかな。聞く気がないなら結構だ。ただあそこは病のおかげでパレカナの目が比較的届きにくい。なるほど、病はブライスの傘下に下っていませんからね。長いことばあさんたちが見つからないというなら有望な潜伏場所だろう。もちろんまだ無事でいるならという前提でだ。どうする、春日？養護施設はもう当たったし他に当てもねえ。ねえ、ナイトスクエア行ってみようぜ。まずはこの前の堀市のおばちゃんとこ行くか。情報通だって話だったよな。またあそこに行くのか。そう言うな、
前も言ったろ、現場百遍ってやつだよ。へいへい。だがさすがに今日はもうやめとくか。だな、明日に備えて今日は休もうぜ。ああ、言うまでもねえけど、俺らはもうだいぶ面が割れてる。アイスが糸引いてる以上、ハワイにいる間は一瞬も油断できねえぞ。だな、俺らが隙見せたらきっと連中は抑えるに。かかってきやれ、全力でかまって。さてと、うっ、やっと、これが俺の真骨だね。
たパレカナの奴らだ。こんなんじゃ茜さんたち探してるどころじゃねえぞ。たく、病の縄張りなんてお構いなしか。しゃあねえ、やるしかねえか。抑えろに。さあ行きますか。全力で行くよ。覚悟。これはどう。ぶちかまってやろうが。若いね。これで終わりか。いや、まだだぜ。まだこんなヤバそうなのが残ってたのか。どうする、一旦引くか。いや、俺たちは桐生さんに後を託されてんだ。こんなとこで逃げてちゃ笑われちまうよ。とはいえ長期戦になるのもきつそうだ。一撃で決めるぞ。みんな俺に残りの力貸してくれるか。何くっちゃべってんだ。全員ぶっ殺してやるぜ。俺たちの絆の力見せてやろうぜ。頭かち割るぞ。さてやりますか。行くぜみんな。お俺たちの絆見せてやるよ。任せといて。はて。で、はい。この調子で早速行きましょう。俺もまだ若いね。よし、これで全部か。あんたら店前で何やってんだい。え？あ、おばちゃん。ここで何してんだ。病とはもう話したんだろう。今回はまた別件なんす。実はおばちゃんに用があって。私にゃあんたらに用はないよ。そう言わんでください。実は人を探してんです。おばちゃん知らねえかなって。半月くらい前、この二人がここいらにいたって話で。それこそ病に聞いたらいいじゃないか。病も二人を探してるんですけど、見つけらんねえみたいなんです。悪いけど見たことないね。用が済んだんならまた騒ぎ起こす前にとっとと出てくんだね。剣もほろろだな。おばちゃんでも茜さんたちを知らねえか。こりゃ空振りかもな。まだ来たばっかりでしょ。現場百遍。いいぞ千歳、お前はデカに向いてる。じゃあとりあえずもう少し聞き回ってみるが、茜さんとラニはきっとここに来てたんだ。誰か声をかけたりしてたかもしれねえ。おう。ありがとうよ。おう。ありがとうよ。なあ、
お。ありがとうよ。ブライスの手下？まったくキリがねえな。何にせよ俺ら人目を引きすぎるみてえだ。これじゃもし茜さんを見つけたって動きが取れなくなるぜ。確かに足立さんの言う通りだけどよ、その前にここをどうやって切り抜けるかだろう。おお踊れる。人んちの庭で何やってるんじゃボケ。ありゃ病の子分だよな。ここは病の島じゃ。早よ出てかんとぶち殺す。あいつ啖呵切るのだけは声でかくていいよな。病出ていけっつっただろう。キリュウはどうした？まさか死んでねえだろうな。日本に戻ってもらってる。ちょっとでも負担減らしてからよ。そうか。あんた今キリュウさんのこと心配してたろ。お前はユーモアのセンスがあるな。カモン！もしかして助けてくれるの？え、嘘。ちょっとマジか。へへ、こいつは面白くなってきたじゃねえか。親父、このクソどもの弾、わしがお望みの数だけ取っとりますわ。口だけだったら分かってんだろうな。へ、おっしゃ、俺らも負けてらんねえな。行くぞ。さあ行きますか。俺の島で暴れたんだ、覚悟はできてんだろう。全力で行くよ。ほら来いよ。覚悟。これはどう？セキアップ。ガンガン行くぜ。フォーマゴーレバー。レッツゴー。ビビってんのか？受けてみな。俺の番だな。ダーショ準備しろよ。行くぜ。どぎついの行くぜ。こいつで。終わりにするか。助かったぜ。うるせえ。お前のためにやったんじゃない。攻める気だ。ずりゃ。だと。頼むよ。
鬱陶しいな。敵に回すと厄介だけど、味方につくと頼もしいわね。これはどう？ぶちかます。腰抜き野郎が、うん、もうガツンと行くぜ。相手してあげる。行くぜ行くぜ。飽きちまう。次は次、吸収が早いなんて。また強くなっちまった。いっぱいやりたい。Damn it!助かったぜ、ヤマイ。俺の島で勝手しやがるバカにけじめつけただけだ。てめえらとは手打ちにしたはずだ。さっさと出て行け。待ってくれ、ヤマイ。実はよ、俺はあんたにも話があるんだ。ああ、カスガ？俺らはご覧の通りブライスに目つけられててよ。バラクーダからもガンジョーからも狙われて、まあ大ピンチだ。でもアカネさんとラニオ、連中よりも早く探し出さなきゃいけねえ。そりゃ大変だ。だから一人でも多く仲間が必要なんだ。あんたが手貸してくれるとすげえ心強い。どうだい？ああ、おい春日、こいつはついこの前まで茜さんを狙ってた側だぞ。でもブライスが茜さんを狙う理由を知って手引いた。そもそも私たちを殺そうとしてなかった？それについてはもうけじめはついてる。それに病は桐生さんを守ってくれた。殺そうと思えば多分あん時できたのに、そうはしなかった。こいつはただのチンピラなんかじゃねえ。筋の通った極道だ。お褒めいただきありがとうよ。あいにくお前らのやってることに興味はねえ。せいぜい派手にやり合ってくれ。それでよそに隙ができりゃ、うちがおいしいところをかっさらえる。あんたがそんなケチな玉かよ。それともブライスを敵に回すのが怖いのかい？ちょっと一番だぞ。俺親父が誰にビビるっちゅんじゃ。つまんねえ挑発だな。ユーモアのセンスがあるってのは撤回するよ。親父、言わせといていいんですか？てめえは黙ってろ。それに挑発に乗らねえとは言ってねえ。ああもうバカ。後で文句言うからな。悪い。でも病の協力はやっぱり必要なんだ。さてと、じゃあ始めるか。俺もてめえにやられっぱなしは気に食わねえからな。ああ行くぜ。全力で俺たちを潰しに来てるみたいだな。蹴りつけようぜ。ぶちかます。
こっからだろ。ガツンと行くぜ。聞かねえぞ。調子がいいぜ。来ない？なんだ？もらった。どぎついの行くぜ。こいつで。聞かねえぞ。調子が出てきたな。聞かねえぞ。全力で行くよ。覚悟。ビビってんのか。気に入ったぜ、お前ら。きっちりな。さてさ、受けてみな。行くぜ。わかれよ。くっそ、上がらねえ。行くぜ。いざ、出陣。うそったらごめんね。はあ、さらば。なんとかやっか。えばってんじゃねえ。もらった。いざ、出陣。ガツンと行くぜ。行くぜ。赤くなる。相手しない。てくれるじゃないか。ズリア！だっ！こんなとこでくたばってられっかよ。気が見えないな。覚悟！さらば！こっからだろう。受けてみな！ご苦労さ。何？次行こう。次乗ってきじゃねえか。よし、上コツつかめたんじゃねえか。また成長しちゃった。俺もまだ若いね。やまい、改めて頼む。俺らに手貸してくれ。蛾を通したきゃ力ずくでってのがオタクの教育方針なんだろ。その作法には従ったつもりだぜ。チッ、お前らとつるむつもりはねえが、負けは負けだ。ばあさん見つけたらかくまうくらいはしてやる。うちの島ならよそよりマシだろ。ばあさんじゃねえ、あかねさんだ。助かるぜ。よろしく頼む、ヤマイ。ってことだ。わかりやした。下の門にも伝えてきます。喧嘩に持ち込んだ方がヤマイが話を飲みやすいって踏んだのか。だからあんなしょうもねえ挑発を。ま、勝てればの話だったけどね。お前がそれを言うのかよ、ったく。あんた、カスが一番つったね。お、おばちゃん。ああ、なんです？答えな。あんたはカスが一番かい？ああ。なら話がある。ちょっとそこまでつらかしな。ちょっとなんだよ急に。嫌なら無理にとは言わないよ。
なんだ？トミー、あれってどういうことだ？俺にわかるわけねえだろ。でも、断るわけにはいかないんじゃない？レディーからのお誘いよ。だな。それがマナってもんだ。The hell you want? Damn your entertainment! Damn your entertainment! 張り切って。なあ。ちょっと休んでいこうぜ。おい。ん？ごめん。
ばちゃん、どこまで行くんだい。すっかり夜だぜ。わかったよ。ちょいと寝るから、着いたら教えてくれよ。着いたよ。は？おばさま、着いたってどういうことですか？海のど真ん中じゃねえかよ。俺、さっきからトイレ行きてんだけど。大の大人が騒ぐんじゃないよ。ほら、来たよ。クルーザーか。こっちへ来るぞ。あんた。今世界で信用できるのはあんたたちだけだ。だからここへ連れてきた。これは私にとっても賭けだ。よくわかんねえが、その賭けはきっと勝つぜ。任せとけ。そうかい。おい、いい加減どういうことか教えろよ。木を隠すなら森の中けど、ハワイじゃ大事なものは海に隠すに限るんだよ。まさか。はじめましてになるのかな、春日一番さん。なるほどな、海の上が隠れ家だったか。ブライスが血眼で町中探したって見つからねえわけだ。それにまさかあんたがばあさんかくまってたとはな。ばあさんって言うんじゃないよ。この人にはパレカナのボランティアで随分と世話になってた。話すと長くなるから、事の経緯は後で本人から聞いとくれ。で、このガキがブライスの本当のお目当てか。ほら、ご挨拶しましょう。はじめまして、ラニと言います。俺はカスガってんだ。カスガ一番だ。よろしくな、ラニちゃんよ。よろしくお願いします。それにあなたがアカネさんですね。ええ、改めまして岸田アカネと言います。私とこの子のために随分と危険な目に遭わせてしまってごめんなさい。ええ、俺らが勝手にやったことですから。おい、どうかお気になさらず。それに春日のお母様だってんなら嫌でも協力させてもらいますよ。こいつとはそれなりの付き合いになりますんで。ごめんなさいね、今さら出てきて母親だなんて言われても困っちゃうでしょ。そうっすね、正直まだあんまりピンときてないです。そもそも本当にそうなのかってところから。気にしないで、それが当たり前の反応だから。沢城さんに無理を言ってまであなたに一目会いたかったのは本当に私のわがままだから。でも来てくれてありがとう。本当に嬉しい。いや、そんな、なんか照れるな。でも、あかねさん、あかねさんのままでいいすか？もちろん。俺も聞きたいことがいっぱいあるけど、まずは安全を確保しましょう。それが最優先だ。だな。
丘に上がっちまった以上、いつブライスに感づかれるかわからねえ。なあラニ、日本ってとこに行ったことはあるかい？うん。そっか、なら茜さんと一緒に行ってみねえか。ここほどあったかくはねえけど、飯はうまいぜ。行けば茜が安心できる。ああ、茜さんも安心できるし、何も、もう隠れなくてよくなる。ええ、日本もいいところよ。うん。じゃあ行く。よっしゃ、じゃあ急がねえとな。あのよ、俺たちには大道寺っていう強い味方がいるんだ。そいつらが手貸してくれる。大道寺。ああ、そいつらなら茜さんもラニも日本へひとっ飛びだい。任せてもらえますか、茜さん。もちろん、私もキヨさんももう隠れ続けるのは厳しいと思ってたの。どうかよろしくお願いします。キヨさん。私だよ。おーっと、素敵なお名前だったんですね。もっと早く伺っておけばよかった。そうだろう。じゃあちょいと連絡するんで待っててください。花輪だな。ああ、ハワイを脱出する方法を用意してもらえねえか話してみる。こればかりは大道寺一派の力を借りねえとな。千歳、どうかしたか。あ、いや別に、何でもない。ああ、そういうことだ。今から二人をそっちに連れてく。花輪んとこまでの足がいる。車出してもらえねえか。脱出の目処がつくまでは大道寺のセーフハウスで茜さんたちをかくまうのが良さそうだ。防弾仕様のごついの貸してやるよ。ドライバーもプロ並みのがいる。わしんことですわ。言ってなかったですが、昔は銀行強盗の逃がし屋もやっとったぐらいで。言ってなかったが、こっちは元刑事だ。それはそれは。なら今な、お互いもう済んだ話っちゅうことにしときましょうや。ふふ、お主も悪いよな。ああ。あの、茜さん、今のうちに聞かせてもらえますか。なんであなたとラニが追われてるのか。多分これのせいだと思う。これ、ラニ、見せてあげて。え、大丈夫、春日さんたちはラニを守ってくれる。ペンダントですか。これパレカナのマークですよね。ええ、なんか見たことあるな。あ、確かブライスが似たようなのつけてた気が。カロンとかデイナとかパレカナの人たちと服装もネックレスも同じなのに、そこだけ違うからなんか特別感あったんだよな。これはね、パレカナの代表である証なの。教団が生まれてからずっと代々受け継がれてきたと言われていて、私たちにとってはとても神聖な唯一無二のもの。唯一無二ですか。でもそれじゃあ。ええ、そこが問題なの。まず
私がラニーと出会った時の話からしましょうか。もう半月くらい前になるかしら。その夜、もう日をまたごうっていう時間だった。施設に大人は私だけで、子供たちは寝静まっていた。私は書類仕事が残っていたから、それを片付けていたの。そんな時間まで。施設の所長さんってのは大変なんすね。ありがとう。でもやりがいのあるいい仕事よ。それで仕事をしていたら、玄関のドアを叩く音がしてね。で、そこにいたのがラニだった。私も長年あの施設にいるけれど、こんな小さい子が真夜中に訪れることは初めて。それもたった一人で。ラニはどうして茜さんのところに来たんだい？私、お母さんもお父さんもいなくて、ずっとおばあちゃん家にいたの。でもおばあちゃんが病気になっちゃって、病院に入ったんだけど、もう元気になるのは無理なんだって。そうだったのか。おばあちゃんはもうすぐお別れだから、私が一人になっても大丈夫なようにって、このペンダントと手紙をくれたの。この二つを持ってホノルルシティにあるパレカナの施設に行きなさいって。そのペンダントと手紙？手紙というより遺言状ね。それもラニのおばあさまのものではなくて、今から70年以上前、当時のパレカナの代表が書いた遺言状。話が入り組んできたな。どういうことです、茜さん。遺言状にはこう書かれていた。もし自分の死後、パレカナ代表にプライス・フェアチャイルドが就任した場合、不正な経緯があったものとみなし、これを認めない。正当な代表はミリラニ家の者から教団幹部の投票制で選出することとする。選出された者に対し、代表の証としてこの紋章を託す。ああ、ミリラニ家っていうのはラニの家系。ラニにこの遺言状を見せてもらった時、私はにわかにはこれが本物だとは信じられなかった。そりゃそうですよ。その時のプライスはまだ真っ当な人間に見えてたでしょうし、この遺言が本物とは誰だってなかなか思えねえ。だから私はしてはいけないミスを犯した。ブライスにこのことを連絡してしまったの。ああ、それも無理ないですって。いくらなんでも茜さん一人で処分していい話じゃねえし、何かの間違いだってことをブライスに直接確認するのは真っ当な手順ですよ。ありがとう。でもそれが最悪な結果を招いてしまった。私はラニにご飯を用意してすぐにブライスに電話をかけた。真夜中だというのに、ブライスはすぐこちらに向かうと言った。その時も少し嫌な予感はしていたのかもしれない。ブライスはいつもと変わらない様子だった。でもペンダントと遺言状を確認すると、銃を取り出して何に向けたの。はあ、私はこの子を連れてとっさに逃げ出した。でもすぐにブライスは追っ手を差し向けてきて、本当に怖かった。見知ったパレカナの仲間たちが人が変わったみたいに私たちを襲ってきて、なんとかナイトスクエアのキヨさんのところに転がり込むことしかできなかった。うちの島に隠れてたってのに、俺はあっちこっち探し回ってたわけだ。こりゃメンツ丸つぶれだ。そうでもねえ。あんたがブライスと組んでねえから、ナイトスクエアが比較的手薄だったんだよ。あれ、じゃあ
デイナたちが言ってた茜さんの書き置きってのは、筆跡の偽造やなんて奴の手駒に当然抱えてんだろう。だよな。それに事件性なしって結論出した警察もブライスの身内かもな。それにしてもブライスの態度が遺言状が本物だってことを証明しちまったってわけかい。あいつ一人で来たんすか？ええ。部下にも知られたくなかったか。ハワイ中のギャングを総動員してることといい、あいつ相当必死みたいだな。でも茜さん、遺言状の内容が本当だってんなら、不正な経緯ってのは何なんですかね？当時のパレカナ代表は夫婦で強盗に遭って亡くなったと聞いてた。ブライスは生前代表からペンダントを託されていたから次期代表に就任したって。もしそれが不正な経緯というのなら、強盗はブライスの仕業ってことになるか。遺書の内容からして当時の代表はブライスのうさんくささを見抜いてたんだな。ってことはこっちのペンダントが本物で、ブライスが持ってるのはおそらく偽造品。当時の代表がブライスに奪われることを恐れてすり替えておいたのかもしれない。多分その線で間違いないでしょうね。なるほどな。ブライスが二人に血眼になってる理由がようやく分かった。でもなんでミリラニ家でしたっけ？ラニの家はこのことを今まで隠してたんでしょうね。きっと今回みたいなことになると分かっていたんでしょうね。ことを暴露したらブライスがどんな手に出るか分からない。確かに。おそらくミリラニ家はその後パレカナから距離を取った。ラニのおばあ様もパレカナとは無関係で、ペンダントと遺書の重要さも分かっていなかったみたい。ただパレカナからミリラニ家に便宜を図ってくれるかもしれないものとしてしか認識してなかったと思う。なのにラニが正当なパレカナの代表候補ってことになるのか。この子にそんなものは背負わせられない。パレカナとは無縁で生きてきたんだし、こんな年齢で背負うにはあまりにも大きすぎるから。そうですね。大丈夫だからな。ラニのことは俺たち大人が守るからよ。大人か。45年だものね。あの時のマスミさんよりもあなたの方がずっと年上ね。もうおっさんもいいとこで申し訳ないっす。こっちだっておばあちゃんよ。でもずっと会いたかった。でも抱っこするにはちょっと大きすぎるかしらね。腰やっちゃいますね。俺にとって茜さんは母ちゃんっていうよりおやさんの惚れた人なんすよね。ん？産んだばかりの赤ん坊を抱えて走り回って命がけで守りきった強え人、ずっとすげえと思ってました。急に命を狙われることになって必死に逃げてただけよ。あなたをロッカーに隠した時はもうほとんど自分のことを諦めてた。でも茜さんは今も同じことをしてますよ。あの時と同じ。そうかもしれない。懲りない人間なのね私。いえ、昔親さんが言ってました。
こいつとなら所帯持ってもいいと思った人は一人だけだってまだお会いしてそんなですけど、すげえわかります。ありがとうね、すごく嬉しい時間じゃねえぞもちろん命に代えても無事に送り届けますき。ここでいい。大道寺のセーフハウスはこの奥だ。まだ降りるなよ鉄。大丈夫です、一っ子一人いません。サージ、こっちも OK です。親父、よし降りろ、俺らもすぐ離れる。恩に切る病、極道門がその年で親孝行できるなんてよ、お前はついてる。ああ、俺だ、春日だ。専用機は手配できました。部下たちで発進準備中です。30分したらここを出ます。それまで少しだけ休めますよ。やるな、さすがは日本の悪の組織。違います、影の権力者ですね。大して印象変わんねえけどな。ようこそ、よくご無事で。そしてあなたが茜さんですね。え、我々はずっとあなたを探していました。なぜ探していたかは私よりも上の者しか知らないのですがね。なっと、花輪さん、そんな話したらかえって不安になっちまうだろうがよ。さあどうぞ。え、何ですか千歳さん。今誰かに電話しようとしてなかった？してませんけど。なんだよ、どうしたんだじいちゃん。本当ですよ、急にどうしたって言うんですか千歳さん。スマホ返してもらえますか千歳さん。お、じいちゃん。この人はね、一番外にいる仲間に連絡する気なんだよ。茜さんとラニを見つけたって。は？ごめんねみんな、私はずっとこいつに脅されて逆らえずにいたの。ダメだ、なんか全然わからねえよ。ちーちゃんがエイちゃんに脅されてるって何をだ。よくわからないのは私もです。千歳さんはこの間会ったばかりの人らしい。おい、ちょ、おい、何すんだい。この人の足はちゃんと動く、車椅子なんて必要ない。一番には昔車椅子の友達がいたんだよね、荒川雅人っていう。思い入れの強い人だったんでしょ。その人との思い出につけ入るためにこの車椅子は小道具として使われたんだよ。おいおい待てよ、それじゃあエイジは普通に立てるし歩けるってことか。いや、そんなことは俺振りかどうかくらいわかる。
エイちゃんの足は間違いなく よかった、やっぱりうまくいってたんだ。は？リドカインって薬があってね、俺はそれで足に局所麻酔をかけてたんだよ。正直そこまでやる必要あるかなって思ってたんだけど、どうやら海老名さんの言う通りだったな。海老名？そりゃ清流会の海老名のことか。そうそう、お前は誰だ。ドワイト。全部バレた。この場所も、アカネさんとラニがここにいることも。残念だよ、富士宮千歳。お前はやっぱり俺たちを裏切ってたんだ。それが何を意味するか、前に忠告したはずなんだけど。エイちゃん、お前。一番、ここはもうダメ。すぐに逃げないと。てめえら、なんだお前ら。アカネさん、ラニ、くそ、この、やんのかこの野郎。任せといて、覚悟。これはどう？はっ！ぶちかま、ガツンと行くぜ。ご苦労さん。次行こう。俺もまだ。みんな大丈夫か？気を失っちゃいるが大丈夫だ。こっちはダメだった。花輪さんもボンもやられちまった。死んでる。なんてこった。そんな。Thank you.
春日です、桐生さん。何かあったのか。花輪さんがやられました。ウォンモです。ラニはパレカナに連れてかれちまってすみません、全部俺のせいです。